ハローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はポケットモンスター3万レーティングバトル行ってみたいと思います。今回まだね、バトルスポットレート戦もですね、ここ最近ね、動画にはしてなかったのですが、勝っても負け、勝っても負けとサイクルができてしまってるので、ここで断ち切っていきたいです。はい、シングルバトル行ってみます。どんなポケモンが来るのか、自分のポケモンの中でどれを選抜していくのか、難しいところですね。まず最近なんですけど、どうもギルガルドあんまり使わなくなってきてるなっていう印象があるので、これ、ね、ギルガルドくんを変えていこう。ギルガルドからこっち、エンニュートンにします。まあ、毒Zっていうので、Z 技がね、氷 Z を持ってるキューコンと毒 Z を持ってるエンニュートと、ここの2体入れ込んで行ってみたいと思います。これが吉と出るか凶と出るかわからない。まあ、せっかくね、もう毒系も使いたいなっていうのでやり始めた子なので、ここでまた再度調整しながらどの子で行くかやっていきます。アムさん、よろしくお願いします。さあ、来ましたね。不思議花。不思議花。メガ進化かな。コケッコでしょ。闇ダミ。あと真ん中の子が、わかんないな。またこれ、鉄火小屋じゃないよね。ん?かな?え、なんだ?あ、どうしよう。とりあえずコケッコ来てもいいようにミミキ連れて行きたいな。パルシェンからの流れで連れて行くのもありだし、メガ進化ね、リザードンくんなんですけど、これは行きたいな。お、どうしよう、エンニュート入れてきたけど、なんかな、なんか闇ラベ来た時にミミッキュだったら嬉しいですよね。コケコ頭で来るかもしれないから、パルシェン当てたい。もう本当は電気だと地面なので違う子が、まあ、ガブさんあたりがいいと思うのですが、どうしよう。いや、でも久しぶりにガブ行くか。ガブ行ってミミッキュ行って、あー、メガか毒、リザードンに任せようかな。まあ、エンニュートも捨てがたいんですけどね。これで行こう。ガブリアスミミッキュリザードン。アムさん、よろしくお願いします。お手柔らかにって伝えたい。さて、私だったら多分コケコさんにしそう。え、あ、どうどうたくん、あ、どうたくんって言うんだ。初めて見た。どうたく、鋼タイプ。え、何タイプこれ。初めて見た、初めて見た。鋼エスパーなんだ。鋼エスパーか。ガブさん連れてきたけど、あ、そう、炎の牙入れました。ガブ、あの、スカーフ系なんですよね。どうしよう。もう自信にしていいのかな。私、ドータくんが冬なのかがわかんない。ちょっと調べよう。ドータくんって冬?ドータくん。ドータくんは、あ、冬じゃない。じゃ、地震。あ、でも冬タイプもいるんだ。やっぱ冬だったか。耐熱で持ってきてるかなと思ったんですけど、違うんだ。やっぱ冬なんだね。え?しかもこれは、まずい。速さが変わる。あ、違う。もう地震しか出せないんだ。ということを変えよう。速さが変わる。まずいね。ミミッキュとか速さが持ち味なんだけどな。いや、リザードンにする?しとくか。まあ、遅い早いで言うと、ここの辺りだと、もう怪しい感じになってきてしまうけど。リザードン、ジャイロボール。やおー!大丈夫だね。よかったー。変えるかな。
もうとりあえずメガ進化して、まあ、オーバーヒートか火炎放射だと思うのですが、火炎放射かな。これで日照り入れて多分一発でしょ。鋼タイプエスパーあったとしても岩なだれ多分大丈夫なんじゃない。ダメか、モテるかと思ったんだけどな。メガをしなきゃよかったってやつだね。やってしまった。でも自信効かないからもうミミッキュにするしかない。冬か、どうたくん冬やっちゃったね。でも速さで言うと向こうが速いけど変わっちゃったからこうなるのは分かるんですが、とりあえずね化けの皮があるからこれで一発シャドークロー。最初からこっちの選択が良かったかな。え、なになに、食べ残し違うな、弱点保険か。ドータ君には弱点保険を入れるんですね。ちょ、ほんと初めて戦う。じゃ、影打ち、影打ちしとく。うん、これで先制技ね。よし、とりあえず大丈夫。でっかくやだと思ったんだけどね。でもなんか違った、色合ってるけど違った。色もすら合ってなかったらごめんなさい。ひひだるま、ひひだるまか。いや、このまま行きたくないよね。そしたらもう自信を持ってきたからガムに変えよう。ほい、変える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 。フレアドライブ、耐えてくれガム、耐えてくれ。よし、でサメ肌も残して、うん、でガムは自信、まあ、こだわりスカーフだからずっと自信だけど、自信ね、君は自信でいこう、決めた。よし、あと1体何来る。カプケイと不思議花来ないの。あ、やっぱ不思議花こっちで来たか。メガ進化する、メガ進化する、効果ありだけど自信しか打てないからガブリアスは自信ね。するか、ここで来るか。ここまでリザードンは取っておくべきだった。今後悔しても遅い、今後悔しても遅いからガブにちょっと頑張ってもらって、耐えきれないと思うからこれね、ここミミッキュに次つなげると、うわー、ふー、回ずにじゃれるしかない。これあ、じゃれるじゃダメなんだ、今一つだもんね。シャドウクロウしかない、日陰打ち、いやシャドウクロウだな、一発で、キガドレインにしてもらいたいめちゃくちゃ希望。あ、ギガドレインも嫌だな、持っていかれるしな。あ、ギガドレインでありがとうって感じだけど、ミミキ残るけど、残るけど、これを切れるかだよね。切れるくない？あれ、切れなくない？シャドウグローで決まらなくない？残りそう。やっぱ残ったか！うわー。これ、リザードンのところで、うまく処理ができてれば、最後の影打ちでいけたパターンですね。やってしまった。いや、でも、ドータくん勉強になりました。彼は冬タイプの子がいるんだ。いや、なんか、やけどとかそっちの対策に、こう、耐熱持ってきてたりするのかなっていうのがちょっと思ってたんですけど、違うんだね。いや、勉強になります。
これはいろんなポケモンがいるよなと思ってたんですけど、今まで見たことがないドータくん、進化の流れっていうのでちょっと今調べたんですけど、あれなんですね、ドーミラーっていう子からレベル33でドータくんになると。じゃ彼がレートで出てきた時には冬かもしれないっていうので、地震とかね、そういう系な地面タイプの技はね受けないと覚えます。はい、もう今回も勉強になりました、ありがとうございました。ということでレーティングバトル負けちゃいましたが、ノータくんが出てきた時の処理方法を覚えたということで様子とします。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you!